クリスチャンの寄り道をお聞きの皆さん、こんにちは。今日は人生のターニングポイントというテーマでお話をさせていただきたいというふうに思います。私は20代前半で精神の病になりました。今振り返ると、やはりそのことが私の人生の大きなターニングポイントだったのではないかと思います。確かに全く私の人生に予期していなかった出来事であり、大きなマイナスな出来事であり、苦しいところも通りました。病気になって、家事とか教会でのご奉仕とか、今まで普通にできていたこともできなくなりました。私は自分の力では何もすることができないという自分の弱さを感じさせられたのです。しかし、自分が何もできない弱い人間であるということを病気を経験した中で知らされたからこそ、私は神様の力により頼むことを学ばされました。それまでの自分は、自分の力で何とかすることができるという考えを持っていたように思いますし、そのように行動していたように思います。しかし、何もできなくなって、私は神様により頼み、何をするにも神様に祈るように変えられていきました。その中で祈りを通して、神様が様々な助けを私に与えてくださることを知り、体験していきました。聖書には、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから、私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうという言葉があります。私は病気の中で弱さを知ることを通して、この言葉が本当に真実で、祈ることを通して神様が私を助けてくださり、私の弱さを通して神様の力を表してくださるということを体験したのです。病気というマイナスな人生の出来事も、聖書にあるように、すべてが益とされ、私が神様に真により頼むようになった人生の大きなターニングポイントとして、神様は用いてくださいました。今日は聞いてくださりありがとうございました。